はい、こんにちは、文豪です。今日紹介するのはこちら、プラチナ万年筆の新商品キュリダスという商品になります。プラチナ万年筆が満を持して出したノック式の万年筆なんですね。ということで、ついこの間、現行では世界唯一ということでですね、このキャップレス LS ね、まあ LS っていうか、まあキャップレスシリーズが世界でね、唯一現行の、ノック式の万年筆と言っていたのですが、そこにですね、プラチナ万年筆からですね、ノック式の万年筆が出てきましたということなんですね。まあちょっとね、歴史的な経緯とかっていうのはね、まだまだちょっとありましてですね、これが初めてのプラチナのノック式ではないんですが、まあそこら辺の話はですね、後でお知らせしたいということなんですが、まずはね、ここね、こんな箱に入ったやつが、今手元にありますということなんですが、これこちらですね、発売が2月の28日ということで、まだ発売日になっておりませんが、本日2月8日から一部の店舗ではですね、先行発売されておりますよということでですね、まあ、店舗で売られてるやつ、多分ですね、これとは違うパッケージで、ちょっとちっちゃい、まあ、いわゆる普通の、パッケージになっていると思うんですね。普通サイズの万年筆買ったらついてくるようなパッケージになっていると思うんですが、これちょっとね、結構でかい箱に入ってるんですけど、これ贈答用パッケージということでですね、実はですね、文豪、またすいません、メーカーさんからご提供いただきましたということで、プラチナさんからですね、サンプルのご提供いただいております。サンプルっていうかね、これ贈呈されましたということなんですけれども、そんな感じになっておりますということです。で、まあちょっとね、言い訳だけしておきましょう。なんで贈呈されているかということなんですけど、プラチナさんに関してはですね、ちょっといろいろ関わっておりましてということでですね、まあ、ステマだとか言われないようにね、一応言っておきますが、プラチナ万年筆はですね、ここのですね、まあその、このこういうですね、100周年のカタログ作ったりするときに、まあ前からね、このね、カタログを出すにあたって、こういう古いですね、歴史的万年筆ですね、の写真をですね、僕が撮らせていただきましたということで、実はね、文房具の写真家もやっている、ここら辺に載ってる写真全部実は僕が撮ってるんですね。ですね、2000本ぐらい写真をですね撮りまして、ね、全部でだから6000ショットぐらい撮ったんですけれども、ほらここにですね、一応ですね、写真家の名前としてですね、高畑健正ってね、名前が載ってるでしょ。なので実はですね、まあ文房具写真家としてもですね、こういう写真を撮らせていただいております。なんでオールド万年筆、めっちゃ貴重な、万年筆のね、写真をね、いっぱい撮ったわけですが、というようなことをしていた経緯もありの、あとはね、まあ文豪ということでですね、まあちょっとね、まあ関係あるっちゃあるんですけれども、ということでですね、まあ出来上がりましたよということでですね、まあサンプルをご提供いただきましたという感じですね。なんかすごい箱です。これ贈答用ということなんですけど、このプッシュって書いてあって、この箱もね、なかなかね、かっこいいわけですけれども、ちょっとギミックがありそうですよね。ということで、開封の儀行きたいなと思います。ということで、ワクワク。ね。はい、こっち側のね、プッシュっていうボタンを押すとですね、これがですね、開きます。こうね、こうやって押すとですね、キシッて開くんですけども、ほら。ね、ペン先が出てくるギミックありっていうことなんですね。で、ここで止まるようになってるんですけど、後ろにね、ちょっと爪がついていて、ここで止まるようにカチッて止まるようになってるんですけども、こんな感じです。で、プルアウトって書いてあるんで、この通りに引っ張ってみましょう。ででん。はい。引っ張るとですね、まあ、こんな風にですね、出てきます。ということで、出ました。ね。こちら。じゃん。はい。キュリダスっていうね。なんかね、ここの部分が特徴的ですね。後ろのノックが特徴的ですけど、これを押すとですね、シャキッと、ペン先が出る。こんな感じです。すごいですね。で、もう一回押すと、カチッって戻るっていうですね。カチッ。なんか、ここのストロークめちゃくちゃ長い。ね。っていう感じです。おー、これですね。まあ、ちょっとね、ちょっとなんか見た目、ね、ファーストインプレッション、電子タバコかって感じがしなくもないですが、ね。こんな感じです。お、すごい。カチッと出てくる感じです。はい。はい。ということで、本体を見ていきたいわけですけれども、ね。まあ、まず特徴的なのが、このね、長いノックノブですよね。こうやって押すとですね、こんなにストロークがあります。大体ですね、どのぐらい押し込めるかというと、最初の時点で、だいたい3センチ、30ミリぐらいあるのが、ギュッて入れると5ミリになるので、まあ、25ミリぐらいは、
軽くこうギュッと押し込んでいくわけですね。とやると、先端が出てくるんですけど、先端だからそんだけいってるので、ペン先がかなりはっきり露出してますね。ペン先の部分がこっからですね、口金の部分から15ミリあります。結構長い。これどのぐらい違うかっていうと、まあ、例えばですね、まあ、キャップレスのシリーズっていうのはこのぐらいしか出ないんですよ。だいたい、まあ、10ミリいかないぐらいですね。8ミリとかそんなもんですね。が外に出てる部分になるので、まあ、ペン先がちまって出てきてる感じがするわけですね。まあ、その分なんか、ストロークは短いわけですけれども、これでもね、割と、ノックノブ目立つわけですけれども、キュリダスに関して言うと、かなり迫力のあるノックノブ、ほら、こんなに違う感じなので、しっかり、しっかり押し込むって感じがしますね。ってやると、しっかりペン先出るっていうのが、まあ、特徴かなと思います。ちょっと言い忘れたけれども、全体の長さ的にはですね、まあ、こんな感じですね。よいしょっと。収納時で、ペン先収納時で155ミリぐらいはありますよね。っていう感じです。ね、15.5 センチ。結構長めですね。で、これをノックを押し込んだ時点で、ペン先から測ってもですね、まあ大体140ミリぐらいになりますということです。こんな感じの出来になっております。どのぐらい長いか他のものと比べるとわかるんですけれども、例えばこれ、プロシオンですね。同じプラチナ万年筆のプロシオンで、普通にキャップ式の万年筆なんですけれども、それと比べるとですね、こんだけ長いっていう感じなんですね。だいぶ印象としては長いなって感じがします。まあ、クリップの位置はね、これね、揃えてあるんですよね。こっち側で、ほら、まあ、こっちのね、お尻の部分から合わせるとですね、クリップの位置はだいたい同じ位置になっているので、これは、まあ、この深さ、ここ結構大事なんですよ。クリップはあんまり上につけすぎるとですね、ポケットの深さよりも、ペンがですね、このクリップの位置が高くなってしまうと、ポケットに刺してもクリップが止まらなくなるので、クリップの位置っていうのはある程度、この収納時にこっちにしてます。で、これはね、パイロットのキャップレスとも同じなんですけども、ノックした時にこっちにペン先が出るので、要は、これ下にしてるとインクが漏れちゃうので、まあ、ペン先上にして収納ですね。なので、クリップの向きっていうのが、こっち向きになってますよ、ということですね。なので、ペン先上で収納するタイプになっていますよ、という形です。ふんふん。ね。そこら辺は割とスタンダードな感じになっておりますが、言い忘れてた、これね。一本税抜き7000円ということでですね。まあ、キャップレスがですね、まあ、1万5000円ぐらいすることを考えるとですね、まあ、安いやつ1万円かなとかなので、それと考えるとですね、結構安いという感じになっています。もちろんですね、これね、スチールのニブを使っているので、まあ、近辺のキャップレスと比べてもしょうがないんですけれども、まあ、より、まあ、普通の、普段使いのですね、カジュアルなところにということですね、まあ、ボディもね、まあ、樹脂製でこうやって透明にしてあるっていうのがですね、まあ、そういうところだとは思うんですけれども、まあ、ね、この間紹介した LS とかだとですね、これ5本買いますから、まあ、そのぐらい値段違いますよね、ということで、5分の1っていうことにはなりますけれども、ということで、まあ、狙ってるところが全然違うよということではあります。ほいな。ね。あとですね、まあ、ちょっとね、空張りとペン先ですね。空張りに関してはですね、よいしょ。ね。これがですね、これグラファイトスモークっていうですね、まあブラック系のですね、ちょっと透明、まあ全部ね、キュリダスのシリーズは全部ね、透明色なんですね、なんですけれども、ちょっと見ていきましょう。なんと、ね、これがグラファイトスモーク。それに対してですね、次がですね、ブルーがですね、これですね、アビスブルーってやつですね、になってます。なかなかいい感じの、深い色です。そしてね、グランレッドっていうですね、まあ、ちょっと高級感のあるレッド、ホワイトということで、アビスブルーね、グランレッドね、そしてはい、こちらにですね、アーバングリーン、アーバングリーン、ドン、はい、そしてよいしょ、プリズムクリスタルっていうのですね、5色展開になってますって言って、なんで5色ここにあるんだって話なんですけれども、はい、すいません、5本、ね、はい、サンプルをいただいております。わーって、ね、感じです。
まあ、このシリーズはですね、全部ね、こういうですね、色透明になっていて中が見えるっていうのもちょっとね、面白いところだと思います。ね、綺麗な赤です。はい、ということでですね、まあ、こんな五色展開になっておりますよということなんですが、まあ、ちょっと一旦ね、元に。な、このね、クリスタル、ね、プリズムクリスタルっていうこの透明がですね、本当に真っ透明なんですよ。なので、これね、中の仕組みを見たいときにはこれがいいですよという感じですね。でもなんかどの色もすごく素敵です。という感じですね。不透明はありません。ね。いわゆる黒とかその辺はないので、まあ、そこら辺はちょっと、どれにしようかなって迷ってる方、ね。はい。迷ってください。あとね、ペン先なんですけれども、よいしょ。はい。これね、カチッと。はい。F と、それから、はい。カチッと。EF ですね。細いやつね。と、あとはですね、カチッと。はい。ちょっと、まあ、太いというか普通のミディアムですね。M。ね。EF と F と M の3種類のペン先が用意されています。でですね、インクの吸入方式に関してはですね、カートリッジまたは、コンバーターが使えるようになっています。それのね、詰め替えの仕方っていうのは、これまだ何も入ってないので、入れるところから一緒にやっていきたいなと思いますというところなのと、あとですね、これちょっと変わっているのは、まあ、こうなって出るじゃないですか。で、こうやって持つわけですけれども、このクリップね、まあ、上についてるクリップが邪魔だっていう人もいるわけですね。まあそういう人のためにですね、このクリップは実は取り外し可能になっています。よいしょ。ということでですね、実はこの、はい、セットの中に入っている、これセットの中にですね、このカートリッジインクが1個入ってます。で、それと同時にですね、ここにですね、こういうパーツが入っているんですね。これがですね、そのクリップを外す用のプラチナって書いてあって矢印がついてますけど、この変なパーツがあるんですけど、これはですね、クリップを外す道具です。で、まあまあまあ、どうやって外すかっていうことなんですけれども、これね、説明書があります。これね、キリザスはね、説明書読んでからの方がいいよって思います。まあいろんな、インクの入れ方とかもあるんですけど、まずね、このクリップ、ね、クリップこれをね、外すことができるんですよ。で、外し方ってこうやって書いてあるわけですけれども、クリップツールっていうのを押し込んで、こう開くんですね。で、引っ張るよということで、まあ、ここに書いてあるんで、ちょっとやってみましょう。ということでですね、このクリップを外してみたいんですけれども、ちょっとね、気をつけなきゃいけないのは、まあ、こことここで止まっています。ね。ここの爪がガイドになっていて、こっち側からこう、ちょっとはまってるんですね。っていうのと、ここのね、抱きかかえた部分に、ここにですね、中から突起が出ています。このクリップの枠のところが、ここの穴、になっていて、この中から出てきている突起の部分でパチッとはまっているんですね。こんな感じです。だから3点で止まっています。で、これを外すんですけれども、これを外すためには一回このね、抱きかかえている金属の輪っかを外に開かないといけないんですね。そのために、このクリップツールがあります。で、これ矢印が書いてあるのはこっち向きに押せっていうことなので、このクリップを外すときには、まず、ちょっと開いて上に上げてあげるのはもちろんそうなんですけども、ここに爪があって引っかかっているってことは、このね、このクリップはこっち向き、ね、まあ、ペン先がある方から言うと、お尻の方向に向かってちょっとずらしてあげないと、これは抜けないんですね。そのためにずらすので、この矢印をですね、こっち向きですね、こうですね。こんな風に当てます。で、当てて、ここに入れるんですけれども、ほら、ここが、こうやってやるとですね、この段差の部分がここの角に当たるようにして入れますよと。でやるとですね、ここほら、ちょっと斜めになってますよね。この斜めになってるところをですね、ここをギュッて押し込むと、ほら、ギュッてやると、ほら、ちょっと浮いたのわかりますか？ね。クリップがちょっと開いて浮いてるんですね。この状態で、このグレーのやつと、あとこのクリップをこっち向きに押すっていうことなんですね。ちょっとやりづらいですけども、こうやってですね。で、両方ほら、外れてるかどうか確認して、しっかり開いてるのを確認して、これをギュッて押します。ギュ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 。これ、こっちもちょっと軽く押しますけど、これね、ここっていう、この、ここを押すよりは、このね、左右をギュッて押してあげた方がいい。あ、俺も
ね、動いちゃいましたけど、こんな風にして、スポッと抜けます。で、ここまで抜けたらもちろんこうやって外せるんですけども、いやー緊張するね。これね、本体に傷がつかないように外すっていうことなので、しっかりこう横にスライドさせてあげる。無理に引っ張ると、ここの爪の部分ね、こうちっちゃくこう爪になってるんですけど、ここが割れちゃうので、ですね、しっかりこっちに移動させてから抜くって感じですね、ってなってます。これちょっと難易度高えなっていう気がちょっとします。あ、ここ、合ってんのか。これでいいのか。こっち向きですね。こっち向きで、これをこっちにずらしてから上げるっていう感じですね。はい。これで取ることができます。取るとね、まあまあまあ、なくなるので、なんもなくなるので、そこは、まあ邪魔なものがちょっと減るって感じ。ただね、これ上と下にね、突起が出てるんですよ。これも後で説明しますけど、下にも突起が出てるんです。こんな感じで。なってて、上にも突起が、まあ残るは残るので、まあこんな感じですけどね。まあどうしても改造したかったら、この上に関してはね、これね、まあカッターで削ったらなくなり、ちゃなくなるけどね。あんまりそういうのね、真似してやる人いないかなとは思いますけれども、そんな感じです。なので、まあクリップが全体的に外せて、まあ、かなりストレートな印象にはなりますよね。ちょっと、ここが出てるんでね、こうやって持った時に、まあ、なるべくこうギュって持ってもここが当たらないようにということでクリップは外せますよ。で、こっちもね、あんまりこれ前の方にね、この中指を前に出す人はね、ここで引っかかっちゃうね、感じはするんですけども、ちょっと後ろに持つといいかなというふうに感じがします。まあ、しっかり握れる。まあ、この状態でまあペン先出してこうやって書くので、割とね、まあしっかり握れますね。はい。まあ僕はクリップついててもですね、平気な人なので、もう一回クリップ戻そうかなって言って、戻す方もやってみたいなと思います。まあここにこの突起が出てるわけですけれども、この突起のところにはめていきたいなと思います。このパーツね、クリップのところはここの上のところにですね、凹みがあるので、これをですね、よいしょ。はい。ちょっと軽くパチってはめるとですね、まあこんな感じで乗ります。で、乗ったらですね、これをですね、こう持ってきてですね、ここ。ちょうど爪のところにこうはまるようにしますというところなんですけど、これより向こうにはいかないのね。ここにほら爪があってですね、この四角い穴にこれを、わかりますか？この四角い穴に、よいしょ。はい、この四角い穴にここのね、四角い突起をはめればいいわけですけれども、こんな状態になってますよというところで、さっきのね、分解ツールをこっちに持ってきます。で、これですね、矢印を今度は逆向きね。ペン先方向に向かって矢印が向くようにします。で、これをですね、パチッと押しますと。言うとこんな感じになるわけですね。で、どうやって使うかというと、これをですね、まあまあこっちに押し込んでいくわけですけれども、ここでね、ここの爪が引っかかった状態で、ここをですね、この金属のクリップの部分を開きながら、まあこっち側に、ペン先方向に押すっていうことが必要なんで、親指で、このね、グレーのパーツは今右手の親指で僕は持っています。この親指でですね、前にグッと押し込むという動作をしようと。で、これね、クリップをこっち側から押さえてもですね、実はこう、ここでね、こう、折り返しているので、これ、ここのですね、ボディに当たってる部分は開かないんですね。なので、ボディに当たってる部分を開くためには、今左手の人差し指と親指でですね、これをこう、クッと挟んでますけど、挟んで持ちます。で、これをですね、そのまま、わかるかな？この状態で下にグッと押すんですね。よいしょ。グッと押します。で、押してあげると、これがこのグレーのパーツにですね、押し当たるので開きます。ちょっとわかるようにするの難しいな。上からですね、例えば両手で押すとですね、こんな風になって開きますよと、ギュッと押すと開きます。ね。なので、2本の指でこれをですね、開きながら押すと、押した状態で親指を前にスライドさせると、ギューってやると、ほら、ずれましたよね。この状態でパチッとはまっているので、はい、これでクリップがここの穴にしっかりはまりましたよということですね。両方はまってます。で、こっち側もちゃんと爪に引っかかっているので、これで元の状態です。ね。ちょっとこれ、まあ、難しいかな？っていう感じですね。気をつけてやってくださいという感じなので、まあ、本体に傷をつけたりもね、しないように気をつけなきゃいけないわけですけども、このパーツがですね、で、取るということです。ただし、まあ、やっぱりね、これまでクリップが取れるね、
つけたり外したりできるってなんか製図ペンみたいですけれども、そんなことができる万年筆自体がですね、なかなかないので面白いなと思います。まあ、これはもちろんね、普通の万年筆のクリップは別に書くときに邪魔にならないからいいわけですけれども、これに関して言えばペン先方向にクリップがついたまんまで筆記するっていうのが、まあありますから、それを、まあ、こうやってですね、回避することもできますよというふうになっていますという感じです。ドンと。こんな感じですね。はい。ということで、クリップの付け外しができたところで、ね、まあね、いよいよインクを入れて書いてみたいなと思うわけですけれども、インクの入れ方、キュリダスは2種類あります。一つは、インクカートリッジを使う方法ですね。これですね。カートリッジ、こんなものですね。これを使う方法が一つ。もう一つはですね、まあ、コンバーターっていうね、道具を使ってですね、インクを吸い上げる方法がありますよということで、まあ、今回ね、いくつか、ありますので、それぞれ試してみたいなと思います。まずはね、簡単なインクカートリッジを使う方法からいきたいんですけれども、プラチナのインクカートリッジ面白いんですよね。中にね、こういう金属の玉が入っていて、それで蓋がしてあります。これ、こっからですね、ギュッと押すと、ポチャッとこの中に落ちてですね、まあ、攪拌もできるし、まあ、ここの玉がね、まあ、この蓋にもなってるし、中の攪拌というかですね、まあ、インクがこちらに、とどまってしまうのを、こうね、インクによって、この、玉があることによってインクを下に下ろすっていうね。まあ、表面張力が効いちゃうので、実はこういうちっちゃいものに入れた液体って降りてこなくなっちゃうことっていうのもあるわけで、まあ、そのためにも使えるということでですね。まあ、ラムネ玉みたいな感じですね。ラムネの玉みたいなことで言われていますけれども、そんなのがついています。プラチナってね、インクカートリッジを採用した、万年筆としては、あれ日本で最初じゃなかったかな。はい、ということでですね、早速インクを入れたいわけですけれども、このね、キュリダスなんですけれども、インクを入れるときに、まあ、本体をね、分解して中に入れるわけですけれども、これがですね、やり方がちょっとややこしい。まあ、このね、説明書にはね、こんな風に書いてあるんですけれども、なんかね、手順が多いわけです。で、まあ、ちょっと一回やってみましょうか。ね。はい。真ん中のところにですね、リングがありますんで、まあ、ここのところでですね、開ければ開くよっていうのは、まあ、これキャップレスとかでも同じなんですけども、こんな風にして開けると、こんな中身が出てきます。まあ、こんな感じですね。二つのパーツに分かれますよということですね。はい。そしてですね、ここからが実はちょっとですね、複雑なんですけれども、気をつけてください。中こんなメカになっていますよというとこですね。ポイントはですね、このグレーのパーツのポッチ、ここです。ここ。これがですね、まあ、ここの溝に沿ってこうやって動くんですね。これ後ろのパーツをですね、こう握って、こう前に押すとですね、こんな風にしてこう押し出されるわけですけど、このまま行くとペン先が出るんですけども、こうやってですね、押し出されるんですけども、ここのね、ポッチと溝の形がポイントです。溝がですね、実はこんな形で、この字型になっていますよ、ということで、横に繋がってるんですね。なので、この後ろのパーツを持って、まあ、ボディの前半分をこっち左手で今持ってます。で、右手でこっちのですね、軸の部分を持ってですね、これを後ろから押し出します。ギューって。そう、ポッチが移動しますよね。この状態からですね、ポッチを前に押し出してあげて、ここでですね、ほら、ね、通路が横に繋がってんの分かりますか？なので、この状態でですね、本体と、軸の部分をちょっとひねってあげると、こんな風にしてポッチがね、左に移動しますということですね。で、移動した状態で、ここで力を緩めると、スポッて抜けるんですよ。ほら、これで中身が出てきました。分かりますか？もう一回やってみますね。はい。こう入れて、で、入れるときはその逆なので、こう入れてですね、ここまで押し込んであげると、くるーっと回して、ここに戻します。こんな感じですね。わかりますか？ポッチが前の端まで来るようにして、ここまで来たらですね、横にずらして抜く。ね。車のね、シフトノブみたいな感じです。こんな感じです。ギュッと。なので、わかりますかね？こんな風にばらけてますけれども、こっちから入れます。はい、入れて、ね。ここの、今度は通路がね、つながっている方からポッチを押し込んで、ここの、はい、奥まで入れます。ちょっとね、ちょっと引っかかりありますけど、そのままグッと押します。で、こう、角に当たったら、こっからくるーっと回してあげて、ちょこっと元に戻すとですね、これで止まってますよという感じですね。なので、一旦ここで抜きます。で、これでですね、まあ、ね、
ガンダム A パーツ、B パーツとコアファイターみたいな状態です。になります。で、これで抜けたこの本体ですね。ここ、さらにですね、ここも分けるんですね。これがね、だから、ここのところにも同じ仕組みがあります。ほら。ね。このペン先がついているこの黒いパーツのポッチ、この金属のポッチがここに出てます。これをですね、横に回します。で、先に引っ張ります。スポッとやると、ほら、これで抜けました。なので、まあ、この状態でですね、パーツがですね、はい。4つに分かれます。はい。こんな風にね、4つに分かれるわけですね。結構複雑でしょ？ね。これ見といた方がいいし、説明書を読んだ方がいいです。って感じです。で、ここにですね、この、ようやく出てきました。このね、カートリッジを、持ってくるわけですけど、ここ分かりますね。ここの鉄の玉を中に落とすわけですね。落としてあげると中身が出てくるので、この状態でこれをギュッと押しますね。はい。インク漏らさないように気をつけてください。ぴったり当てた状態でこれをギュッと押します。よっ。はい。これで、接続可能、ね、完了です。という形です。ね。もうこれだけでも書けるっちゃ書けるわけですけれども、こんな風にしてですね、カートリッジを、くっつけることができました。まあね、ちゃんと当ててギュッて押し込んであげると、こんな風にはまりますよ。ということで、今インクがですね、ずーっとこの中を通ってきています。ね。はい。まあ、これ、本体にセットしてから書けるかどうか見てもいいんですけれども、この状態で見てもいいかなと思います。ちょっとね、しばらく下に向けてあげると、ほら、もう出てきてますから、こんな感じですね。よいしょ。はい。書けます。インクが出てきたのを確認して、じゃあ、これで本体に戻しましょうっていうとこですね。さっきの手順の逆をやります。ね。ここに銀のポッチがあります。なので、これね、このパーツです。このパーツを、はい、こうやってはめます。よいしょ。はめてですね、ここですね、ここですね。ここの組、ね。銀のポッチをこのままですね、中に押し込みます。ギュッと押し込んで、回す。クッと回すと、これでロックされます。OK。ね。はい、こんな状態です。じゃあ次、これをですね、本体の、頭パーツですね、の方に入れていきますよと。ここの、ね、螺旋の中にこうやって入れていってですね、まあ、こんな感じなんですけど、ギュ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 と。で、ここでですね、まあ、バネ当たってますんで、こんな感じですけど、ここですね、はい。ここの穴のところですね。溝があるのはここだけです。なので、ここの溝の中に、このね、グレーのところにあるポッチをこの溝に通します。ギュー。で、奥まで行ったらこれをくるっと回して元に戻すと。はい、これでロック完了です。できました？感じですね。ここでですね、後ろのパーツを後からかぶせます。で、かぶせてくるくるくるっと回してあげると。はい、セット完了です。じゃあノックしてみましょうか。まあ、こんな感じになってますね。で、ノックしてあげると、カチッとペン先が出てきましたよと。いう感じですね。じゃあ、これで、書いてみましょうかということで。はい。ちょっと大きくしようかな。はい。こんな感じですね。こんな感じ。キュー、リという感じです。はい。ということで、いきました。ね。はい。こんな感じです。よいしょ。はい。ということで、入れることができました。まあ、書き心地は後でね、実際に書いてみるとして、次に行きたいなと思います。はい。次はですね、コンバーターの場合をやってみたいなと思います。ね。やっぱり万年筆ファンだったらですね、自分の好きなインクを入れてみたいな、みたいなこともあると思います。ということでですね、コンバーターの付け方をやってみましょう。プラチナ万年筆はですね、標準のコンバーターが2つあります。金と銀があるんですけれども、まあ、どちらでも性能は全く同じです。なんですが、なぜか銀の方が高いっていうね。こっちが高い。ね、700円と500円かな。200円も違うんですけど、銀と金と。まあ、性能的な差は全くありません。が、まあね。今回とりあえずですね。まずは、銀の方を使って、この青の中に入れていこうかなと思います。中からね、透けて見えるわけじゃないんだな。なんですけれども、じゃあ一回やってみましょうという
いうことでですね、まあ、ここに入れてみるわけですけれども、コンバーターの場合はですね、つけた状態でインクを吸い上げてから本体に入れなきゃいけないので、そこのところもね、注意が必要なのでやってみたいと思います。はい、先ほどと同じですね、ここのネジの部分をくるくるっと回して外します。はい、で外します。でこれでボディが分かれましたよというとこですね。じゃあここのところですね、はい、さっきと同じです。ここのグレーのパーツのポッチに注意をしながら、これを押し込んでくるっと回してスポッと抜きます。でこれで中身が抜けましたね。で頭のパーツはここに辺に置いといて、本体ですね、ここのペン先がついている黒いパーツと軸になっている金属のパーツ、ここですね、これをクッとひねるとですね、ここのポッチです、ここを注意してパカッとやるとスポッと抜けます。はい、これでバラせました。でバラしたらですね、ここにですね、コンバーターをくっつけるわけですね。コンバーターっていうのはこのね、中にこういうですね、ピストンが入っている、まあこういう形なんですね、になっています。まあネジでこうやって動くようになってるんですけれども、こんな風になってます。でこれをですね、まあカートリッジと全く同じです。やり方は同じでですね、まあ最初から穴が開いてるんでやりやすいですけども、こうやってくっつけてですね、ここをですね、グググググと押し込んであげます。しっかりくっついたらですね、これで OK っていう状態ですね。で、まあ、今インクが当然入っていないので、これでインクを吸い上げるわけですね。なんですけれども、これ、このネジをね、回してあげると、このピストンが前とか後ろに動くわけですね。前に動く、後ろに動く。で、これを前の端にまで持っていっといて、インクにポチャッとつけて、後ろに引っ張れば、インクを吸い上げることができますよというのがこのね、コンバーターの仕組みになってます。なのでこれを前に出します。前の端まで出した状態でちょっとね、これどけておきます。他のパーツはちょっとね、一旦ね、横に脇に置いておきます。でこの状態でですね、インクの吸い方やってみたいなと思います。こっちはですね、ペン先 EF ですね、さっきの F でしたけども、この EF の中に入れてみたいなと思います。入れるインクは、はい。今回は、まあ、プラチナさんの、まあ、純正のインクですね。ブルーブラックですね。のインクを入れてみたいなと思います。ということで、やってみましょう。これなんですけれども、よ、これ、上からだと分かりにくいかな。よいしょ。ほいほいほいと。蓋を開けて、こんな感じですね。プラチナさんはですね、中にインクリザーバーというこのね、プラスチックのね、枠が入っています。これ、何のためにあるかっていうと、インクが少なくなってきた時に、瓶の底にしかインクが入ってないと、ここにね、吸わせるのが吸わせにくいので、そのためにこのプラスチックの枠が入っているので、もしインク減ってきてる時はですね、この蓋をしっかり閉めた状態で、一回ひっくり返します。で、これ気をつけてね、しっかり締めた状態でひっくり返して、これをですね、元に戻すと、この中のプラスチックパーツの中にインクがなみなみと入った状態ができますよと。で、ここでこれを入れて吸うんですけど、これ真上からじゃわかんないね。一回画角を変えます。はい、ということでこれでいいかな。画角を変えました。ちょっと横向きでやってみたいと思うわけですが、まあ、このインクボトルこんな風になっていて、蓋を開けるとですね、真ん中にインク入ってるんですけど、この中に、このですね、今ペン先とですね、コンバーターがつながった状態になってます。これをですね、ポチャッと入れてですね、このネジをクククと引き上げてですね、このピストンを持ち上げてインクを吸い上げるわけですが、ですね、必ずここの首の部分、ここら辺から吸うので、入り口の穴はあるの分かるかな、ここです。インクを吸うのがですね、ここです、ここ。ここの入り口、ここからですね、インクを吸うので、ここまでは少なくとも、この首のですね、ここまでですね、こっからこっちはですね、液体に浸かってる状態にしてください。じゃないとインクは吸えないので、そこまでつけます。やってみたいと思います。はい、こんな感じです。画角的にわかるかな?ぼちゃっていきますよ。はい、これでぼちゃって入れます。入れて、こんな感じです。入れてあげてですね、しっかり入れた状態でこれをですね、よいしょ、後ろのね、このネジをクククククってやると、ほら、ひょーっと上がってきたね、こんな感じです。はい、でここまでインクが入りましたよという状態ですね。でこうちょっとね、端っこ、このね、
瓶の縁のところにちょっと当てながら余分な陰気を下に落としてあげて、でもやっぱ首のところね、さっきまで使ってましたからちょっとねインクがついてます。なのでここら辺はねティッシュとかで取ってください。ティッシュで、インクを拭くときにはですね、これ今僕キッチンペーパーですけど、ティッシュで拭くときにはですね、このティッシュの毛ぼこりがこのね、先端とかのスリットのところですね、ここに挟まらないように気をつけてくださいね。よくあるんですけども、はい、ならないように周りのインクを取りますよということで、まあ、取ってあげると綺麗になりましたということですね。こんな状態です。で、インク入ってます。これね、後ろ、ここまでインクが入ってますよという感じですね。トントンってやると、ほら、液体が入ってるのがよくわかると思います。トントンと。お、こうやってやるとですね、ビチャーって入ってる。こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じです。しっかり入ってるのがわかりますよという感じですね。はい。で、この状態でですね、もう一回本体に戻してセットします。よし。まずはね、インクこぼさないように、まず蓋を閉めて、はい。で、さっきのパーツを持ってきますよという感じですね。よいしょ。はい。ここに、頭とお尻のパーツ、そしてさっきのですね、後ろのパーツがありますから持ってきました。で、これをですね、まあ、同じように戻します。はい。ここね。この銀色のポーチです。ここ気をつけてください。これをですね、こうやって持ってきてですね。はい、こんな感じですね。差し込んで、はい、クッと回してロックします。はい、次はね、このグレーのポーチをですね、頭のパーツのところにこうやって入れて、はい、ぎゅーっと押し込みます。グレーのパーツが入るように、ここですね、グレーのパーツがスポッと入るように、ここによし入れて、グッと回して、もう一回抜きます。であげると、これで固定されました。OK。ね。そして、こっちがですね、お尻のパーツは、もうあとは入れて、回すだけです。ということで、これでセット完了です。ね。ブルーブラックのインクを入れてみました。今度は、よいしょ。ちょっとまた付箋で失礼。ね。こんな感じです。で、まあまあまあ、こんな感じですね。今、横目から見てるので、こんな感じですけど、角度的にはこんな感じになるのかな。よいしょ。あ、もうね。コンバーターからするときはですね、当然最初からですね、インクの壺の中に、ペン先ごとどっぷり使ってるので、すぐに書けます。はい、こんな感じですね。よいしょ。た。ね。お、場所が悪い。場所が悪い。キュウリダース。細い。細い。EF。という感じですね。はい。手な具合です。こうやって使いますよという感じです。はい。ということでですね、同様のやり方でですね、まあ、この赤ですね、グランデッドの方にはですね、まあ、せっかくボディが赤いので、カシスブラックっていうですね、まあ、ちょっと赤いインクを入れたいんですけども、このインクなんですけれども、ちょっと特殊なインクで、古典インクって呼ばれます。説明がややこしくて長くなるので、知りたい人はですね、まあ、ちょっとですね、まあ、それこそ文房具辞典とかにもですね、古典インクっていうことで載っております。まあ、空気に触れて鉄の化合物が酸化する反応を利用して時間経過のとともに、まあ、青から黒にっていうのがね、ブルーブラックなんですけども、これはね、カシス、ブラックっていうのはですね、この赤から黒に変わるというね、インクなんですけれども、まあ、そんなインクで変色して耐水性耐候性を持つ万年筆用のインクということになっております。こっから先の説明はちょっと長いので今回省略しますけども、こんな風にですね、なっておって、まあ、要はですね、昔インクの色がですね、退色しないようにするのはすごく難しかったんですね。その頃に考えられた方法としてですね、まあ日本で言えばお歯黒と同じような反応なんですけれども、まあこのね、まあ鉄が酸化する反応を利用してですね、強固な、まあ黒サビみたいな状態ですけれども、強固な、まあ黒い鉄の酸化物を作ることによってですね、紙の上で色が退色しないっていうインクなんですけれども、書くときはまだ酸化してないんですね。で、その状態だと、その黒くなる鉄のイオンなんですけれども、まあ、酸化、そのね、その前の状態っていうのは、実は透明に近いんですね。っていう状態なので、書くときに色がついてないと見にくいということで、こういうね、赤い色とか、まあ、普通はブルーブラックとかで青い色をつけることが多いんですけれども、こんな風にですね、色をつけますと
いうことなんです。なので、このインク実はですね、書くときは赤色をしてるんですけれども、書いた後ですね、空気に触れるとどんどん黒っぽく色が変色するっていう、まあ変色していく、色が変わっていくインクなんですけれども、最近はね、古典インク結構人気です。色が変わっていくのを楽しめるっていうことでですね、さらに面白い、まあ、ね、インクの色を選ぶだけじゃなくて、インクがそうやってですね、色が変化していくのも楽しめるということでですね、今人気なんですけど、こいつちょっと困った特性がちょっとだけありまして、実は、まあ、酸性が強いんですね。ということなので、万年筆の種類によっては、まあ、ね、錆を、誘ってしまうというところがあってみたりとか、あとはですね、長くほったらかしにしておいてですね、まあ固まってしまったりすると、それこそですね、その鉄の酸化物っていうのが非常にですね、まあ安定していて、だからこそ、まあね、退色に非常に、強くてですね、長いこと経ってもですね、読めるっていう文字になるわけですけども、その代わりですね、万年筆の中で固まってしまうとですね、まあ、厄介なことにもなるということなんで、注意が必要なインクです。で、種類によっては、なんかね、こういうね、メカのある万年筆の種類によってはですね、まあ使っちゃダメっていう場合もあるわけですけれども、キュリダスに関してはですね、まあそのペン先周辺のパーツをですね、ここの部分ですね、まあシャッターが中に入ってるんですけど、このシャッターの話も後でしますが、ここのパーツがですね、まあ、ほぼほぼ樹脂でできていてですね、これがですね、まあ、インクにも強いということで、固定インク使ってもいいよということだそうです。ということなので、早速、まあ、入れてみたいなと思います。まあ、固定インクが使えるノック式というのもね、いいのかなと思います。パイロットさんの場合はですね、ちょっとね、多分推奨してないと思うんでね、中に入っているこのメカの部分がですね、シャッターのパーツがですね、まあ、金属製のパーツが剥き出しになっているので、ちょっと心配かなという気がしますが、キュリダスに関してはやってもいいよということだそうです。ということなので、ちょいと、ね。これはカシスブラック以外にもですね、だから赤から黒だけじゃなくて、青から黒、緑から黒みたいにいろんな色がありますんで、これもね、まあ一応。まあ、ただね、まあ、できれば無難な普通のね、インクから始めていただければと思うわけですけれども、そんな感じになっております。ということで、ここですね。同じように外していきます。ほいと。外してですね。よいしょ。はい。ここも外していきます。クッと押して、回して抜くということですね。もうだいぶ慣れてきました。で、これを、はい。本体を横に避けといて、首の部分ですね。これをカチッとやって、スポッと抜きます。という感じです。これで、中身が出てきました。ここのところにコンバーター、今度は金のやつをつけます。はい。で、ここにね、口合わせてですね、グググググッと押し込んであげると、これ出てきました。で、まあ、インクをするためにこのね、スライダーを前の端に合わせておいてですね、はい。インクをですね、ちょっと一回。まあ、これインクいっぱい入ってるから、リザーバー。ね。大体、もともと入ってますけれども、はい。こうやって開けました。ということで、ここに入れます。まあ、奥これリザーバーついてるので、柔らかいのでね、ある意味安心なんですけど、ペン先がコンって当たっても大丈夫なんですけど、普通のガラスの瓶でやるときにはですね、あんまり奥にですね、ゴチンって当てるとですね、まあ、あんまり良くないですよね。当然、これペン先大事なので、ちょっとソフトにやってくださいということでですね、まあ、入れてください。で、入れてですね、この状態でですね、まあ、この、ね、コンバーターの方を持っといて、今、ね、ちょっと見やすいようにするためにね、ちょっと持ち方変ですけども、こうやっといてですね。で、このピストンを引き上げるという形ですね。どっちだ？こうか。こうやって、ね、いくとですね、やーっと。なんか献血みたいだね、こうやって見るとね。献血じゃない、採血ですよね。健康診断の時のね、赤黒いのがちょっと上がってきましたけど、ちょっと怖いです。な感じになりますよ、という感じです。はい。こんな感じでですね。はい。やっぱり同じようにですね、ちょっと余分なインクをですね、あまりゴシゴシしないで軽くちょっと周りについてるやつだけをちょっと取ります。はい。こんな感じです。はい。ということで、ちょっとキャップ閉めとこうかな。ちょっとこれ置いといてと。はい。キャップを閉めますという感じですね。一応、まあ、これはまあ書けないってことはないんですけれども、はい。こんな状態でですね。はい。ちょっと、インクがちゃんと、はい。流れているかを確認します。ね。こんな感じです。まだ赤いでしょ。これね、ちょっと取っときますね。赤い、いよっと。って書いておきます。これ置いとこう。でですね。はい。まあ、こんな状態です。まあ、このね、インクの試し書きも後でやりたいなと思いますが、こんな状態で出来上がりました。そしたらですね、本体にまたセットしていきましょう。ここのところにですね、はい、このパーツをスルスルっと入れます。
で、さっきと同じですね。ここの銀のポッチをですね、よいしょ。はい。ぴったり合わせて、スポッと入れて、あ、これね、ここ動くので、後ろ持った方がいいですね。入れてですね、よっ、カチッとずらします。これでロックをして、はい。先端のパーツですね。さっきね、うまく入ってなかったのはね、この画面を見ながらやるとね、遠近感わかんなくなるんでね、ここで行ったりとか、ここ行ったりとかね、しちゃうんで、はい。綺麗に真ん中に入れてあげてですね、はい、ここですね。はい。ここ。よいしょ。2番にしとこうか。はい。ここのところでですね、ぐぐぐぐと押して、このね、グレーのポッチを入れて、はい、奥まで行ったら、くるっと回して、戻します。で、はまりましたよー、というところですね。この状態で、今度は、よいしょ。はい。ここにですね、後ろのパーツをはめて、くる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 っと回してあげてくださいと。はい。ということで、できましたよー、というのが、こんな感じですね。はい。ということで、3本ともインクのセットができました。はい。という感じですね。はい。なので、まぁ、ちょっとね、そして、まぁ、筆記のね、テスト、いつも通りね、あれは結構長いこと時間がかかるので、後でやりましょう。筆記の感想。まぁ、どれもね、すごく気持ちよく書ける、ものになっていますが、ですよ。はい。よいしょ。なんか普通の紙用意しとく。あ、こっちでいいか。はい。よっと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 。よいしょ。はい。よいしょ。いつもの2模試ねを出してですね、書いてみましょうかという感じですけども、よいしょ。はい。こんな感じですね。いいよっと。はい。ですね。よいしょ。よいしょ。あ、筆順違ったかな。あ、映ってない。よいしょ。よいしょ。ということでですね。こんな感じでですね、ちょっと書くとこやってみようかなと思います。はい、こんな感じですね。映ってるかな？映ってるかな？はぁ。ちょっと。まあ、こんな感じですね。これ、わかりますかね？これ書いてるんですけど、これわかるかな？もうすでに上と下で色違ってんのわかります？ほら。我が輩はあたりのところはもうだいぶ黒くなってきてるんですけれども、後ろの方はまだね、赤い感じです。これね、ほっとくとまた色がだん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 変わってくる感じですね。もうだいぶ黒くなってきましたね。っていう風にですね、色が変わるのが、まあ、古典インクということで、なんですけれども、こんな感じでですね、まあ、すぐにノックして描けるということで、楽しいかなと思います。はい。あとはですね、試し書きはね、もちろん大事なんですけれども、それはちょっとね、手順の都合上、後でやるとしてですね。まあ、まあ、僕も試し書きはさせていただいてるんですけど、めっちゃ書き心地はいいんですけれども、それはまた後でやっていくとしてですね。あと、まあ、全体的なですね、まあ、他のものとの比較とか構造の話をやっぱりしていきたいなと思います、という感じです。で、まずですね、まあ、ノックノブとかね、大きさについてはさっきやったんですけれども、あとはですね、重量とかですね、そこら辺やってみたいなと思います。重心位置と重量ですね、よくある話なんですけども、これですね、まあ、プラスチックでできてるのですね、でかい割には軽いんですね。ということでですね、まあ、実際に重さとかを測っていきたいわけですけれども、ということで、いつものように測りを用意しました。ね。これでですね、測っていきたいなと思います。キュリダスね。これのですね、まあ、さっき入れたね、カートリッジが入った状態で一回測ってみましょう。ね。普段使うのはこの重さですからね。なので、カートリッジが入ってる状態で 26.3g ということですね。なんで、ちょっとこっちに書いておきましょう。26.3g と。これが、キュリダス。ね。って感じです。はい。で、これに対して、じゃあ他のものはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、この間言ったね、キャップレスの LS がありました。LS 重いねっていう話をしたと思うんですけれども、これね、結構ね、フルメタルなのでかなり重たいですね。で、これ実際、ちょっとね、復習もう一回測ってみましょう。ほいと。ドンと。よし。はい。
39.8g ですね。なので、よいしょ、これもコンバーター入ってますけどね、 39.8g が、これがですね、キャップレスレースの LS ですね、って感じです。はい。で、これキャップレス一番重いので、普通のやつはそんなに重くなくてですね。で、実はですね、普通サイズのキャップレスを僕ちょっとどっかに持ってってですね、ちょっとね、持って帰ってきてくるのを忘れてしまってですね、今ないので、前回のデータを見ます。前回のデータを見ると 29.9g ということで、29.9g。これがキャップレスの普通サイズですね。レース、これが普通のキャップレスですね。あと、まあ、軽い方でいくとデシモっていうやつがあるので、まあね、今回はね、ノック式で比較しますけども、デシモね。デシモはこんな感じです。よいしょ、置くとですね、もう 20.7g とかなんで、20.7g って感じです。まあね、あ、これインク入ってないやつだった。20.7g。はい。20.7g。これが、キャップレスの、レースのデシモって感じです。まあそんな感じですね。なので、普通のキャップレスよりは、普通のキャップレスよりも軽いっていうことですね。これは 29.9 っていうのが普通のキャップレスなので 26.3g ということで、まあ胴体の大きさからしたらですよ、まあなんかちっちゃい、まあこれね、普通のこれよりはね、もうちょっと太いのが普通のキャップレスですけども、ね。で、比べてもですよ、ね。こんな感じです。の位置、ね。感じなんですけども、やっぱりプラスチックでできてるので、その分軽いですね。っていう感じがします。ちなみに、ね。キャップなしで行くとですね、まあ、ノック式としては、世界、ね。この間まで唯一の、ですね、現行品としてですね、キャップレスシリーズがあったわけですが、繰り出しだと他にもあります。繰り出しでいくとですね、例えばラミーのね、ダイアログ3っていうのがあるんですけど、これはシャカってやるとこうペン先が出てくるっていう繰り出しがありますけど、これなんかはですね、これもね、3万いくらとかするんですよね。4万ぐらいするやつで、結構高いやつです。で、これもですね、重さ的にもですね、これはね、44g ということでね、これめっちゃ重いですね、ということで、こいつが一番重いです。ね、さすがなんかね、ドイツって感じがしますよね。ということで、ラミーが 44? よいしょ。ですね。44.0 ですね。ということで、これも一応書いておこうかな。44.0g。これが、ラミー。ね。ダイアログ3。っていう感じですね。という感じになっています。はい。ちなみに、ね、これも、まあ、そんなに言うほど効かないですけれども、ですね、重心位置も一応見ておきましょうということでですね、これをカメラの真下に持ってきます。よいしょ。はい、この間と同じでですね、ここら辺に持ってくればいいかな。真上から見た状態でですね、さっきのやつ、まあ、重心位置ってね、書いてる時の重心位置しか意味がないので、ノックしてペン先が出た状態でちょっと置いてみますね。どこに置けるかというと、この辺です。よいしょ。はい。リングの前ギリギリぐらいです。で、バランスが取れます。という感じですね。なので、まあ、ほぼほぼですね、見た感じ、ど真ん中な感じですね。扱いやすいです。特になんかあんま気にしなくてもいけるかなという感じですね。ふう、こういうの怖い。ペン先ついてるやつ怖いな。キャップレスはね、多分ね、このリングの前の端なんですよ。だから、ちょっとね、斜めってるので、っていう感じです。こんな感じです。ちょっとね、斜めっててね、置けなかったって感じですね。こんな感じです。なので、まあまあ前重心と言ってもいいのかな。ね。こいつがわりかし後ろ重心なので。大体だからこのリングとかついてる場合、ここら辺をめがけて重心作るんですかねって感じがしますね。こんな感じの位置関係になってますよ、という感じです。よいしょ。はい。まあ。全体的に軽くて真ん中に重心があるので、まあ、取り回し的にはそんなに気にならないかなと思います。はい。ということで、そこら辺はそんな感じです。気になる方、まあね、やっぱりね、持ってみた手がいいかなとは思いますけれどもという感じです。もうね、やっぱりね、軸系がこんだけ太いからね、もうデシモなんかと比べるとかなり太いんですけれども、ね、
こんな感じなんですが、ちょっとこれ既視感ありませんかっていうね、話がちょっと次です。次はですね、この仕組みに関してなんですけれども、この見た目ね、どっかで見たことねえかなっていう話なんですけれども、この構造がですね、あとここがね、ちょっと飛び出してるでしょ。で、こうまっすぐな寸胴で後ろのノックが長いね、これどっかで見たことがありませんかっていう話ですよね。実はこれキャップレスなんですけれども、キャップレスの構造がですね、こっちのキャップレスとは違うんですね。はい。キュリダスに使われているノックの構造っていうのは、実はですね、これまでに見たことのあるやつに近い。何かというと、こいつです。ね、マッキーノックっていうのがあるわけですけども、これゼブラのマッキーノックですが、これどうなってるかっていうとですね、ほら、ね、ノックが長い。ね。で、先端部分がこうなっていて、先端部分の下になんかちょこっと出てるじゃないですか。実はですね、このマッキーノックって中にほら、蓋がついてるのわかりますか？シャッ、こうね、蓋が開いてるでしょ？パカパカ開いてるわけですよ。で、これ開くときに実はですね、ここに爪がこうやって出てくるわけですよ。ほら、ね。これよく見といてください。ここに、このね、ちょっと飛び出してる部分に爪が出てきますよ。で、これで中身が出ます。で、中身が、まあ、このユニットごとこう、ビョコッと出てくるわけですけど、これで引っ込むよという風になってますが、ね。で、中は開けてみると、中でほら、このね、白いやつって何かっていうと、蓋の一部なんですね。こうやってほら、こうやってパカッと開いていますね。パカパカ口が開いてるのが見えます。ね。はい。こっち見てみましょうか。ここね。はい。下の部分に突起が出ていて、上から見るとですね、ほら、パカパカ中で口が開いていて、同じ形だと思いませんか？ほら。ってなってます。で、パカってなって、こっからですね、ニューって中身が出てくるっていうことでですね。はい。基本的に、この蓋の開閉機構ですね。これは、そうか。こっちがいいや。はい。こういう時のために、この透明いいね。ちょっと指が汚れてるのが見えますけども、こんな感じです。はい。こうやって押すとですね、ここでですね、中でパカって開きます。ね。パカって開いて、中からペン先がシャッと出てくるということなんですけれども、この構造実はですね、これと全く同じなんですね。ということで、蓋が開く構造と中身を押し出す構造っていうのが、実はこのマッキーノックとほぼほぼ同じものを使っています。っていう感じです。で、ここね、スライダーでこの前にこうずれてくるんですけども、前にずれたやつがここを超えるとね、このね、ここのところですね、ここにこう穴が開いてるわけですけども、ここのところまで来るとですね、この蓋を支えているこの三角の部分ですね。わかるかな？ここです、ここ。これ、これ、これ。この中で見せたら、ここですね。ここの蓋を支えているここの三角のパーツがですね、押し出すとここに、ほら、飛び出してこれるようになってるんですね、ここね。で、こう、押し出された時に、こう、逃げる場所としてここは飛び出しているわけですよね。もちろんこれはですね、ここに飛び出しているこの、ちょっと張り出している部分っていうのは、こうなった時の、この、部品が指に当たったり他のものに当たったりしないように、これガードしてるわけですね。ということでですね、こうなってパカッと開くようになってますよと。こういう構造なんですね。この蓋のパーツはこっち側に引っ張られているので、こう、ここまで来ると、じゃあ開こうとはしてるんですね。常に開こうとしてるわけですね。中身に押し出されるので、わかります？この外側のこのパーツにこれがくっついているので、実はこれは、中のパーツに押されてこうギューって開いてるわけですね。キュッと開くようになってます。まあ、こんな構造を使ってですね、パカッと蓋を開けるということですね。で、中からこのペン先がニューッと出てきますよということなんですよ。これね、根本的に、パイロットのキャップレスとは違うんですよ。パイロットのキャップレスは実はですね、まあ、ホームページにも画像が載ってますけれども、これね、パイロットのホームページにあるシャッター機構の分の図ですけれども、こうやって見るとですね、ここです。ですね、まあ、こう、シャッターがあるわけですけれども、これね、シャッターが、まあ、本当に蓋としてこう、くっついていて、バネでこう、閉まってるわけですね。で、そこのところをですね、あ、こんな感じですね。そこのところをですね、こうやって閉まってる部分ですね。のところをですね、中からですね、ペン先でギュッて押し出して、ここの蓋を開きます。で、そのまんまペン先が前に出てくるっていう構造なので、
実はこの蓋の部分をですね、ペン先のこのペンポイントのところでですね、ギュッて押してることになるわけですね。っていう風になってるんですけれども、だからね、コンパクトにできるんです。非常に小さな形で作ることができて、実際ね、こんな写真が載っていますけれども、こんなちっちゃい構造でできるんですよ。こんな感じになってますというところですね。ここのシャッターを開けてって書いてあるんですけど、ここの図を見るとですね、シャッターをペン先が押しているのがわかりますということです。ね。なんですけれども、プラチナとしてはですね、それをしたくなかったっていうことなんですね。で、これもそうですけど、マッキーノックもこうやってありますけども、ペン先で蓋を開いてるわけではないんですね。機構的にもうすでに蓋が開閉するところの奥からペン先はそのまま出てくるっていうところなので、ペン先は全くね、これ蓋に当たってるとペン先はだんだんね、ね、斜めに角がついたというかしちゃいますけれども、そういうのならないようにこう、ね、引っ張れるようになってますと。いうことなので、これもそうですね。相手から、ほら、相手からペン先が前に出ますということなんですよ。なので、ペン先に優しいっていうのがまず1点あります。ここね、パカってなってから出てくるっていうのがあります。それとですね、これいいポイントがもう、ね、何点かありまして、一つはですね、ここの密閉度を高めるために、ここの部分がですね、思いっきり樹脂パーツなんですよ。まあ、ここの部分はですね、柔らかい樹脂で特にね、この根元の側のですね、グレーのパーツっていうのが、エラストマーっていうですね、まあ、ちょい柔らかい材料を使うことによってですね、ここは、ピチャッと締まるという風になってます。これね、聞くとわかるんですけども、若干音がするんですよ。いいですか？わかりますかね？この、開ける瞬間に、パフっていう音がする。これはですね、ここの気密性が、ペチャってくっついた蓋がですね、ギュって押して密閉してるってことなんですよ。ね。なので、この押し込んだ時にギュって押してですね、この蓋をですね、ぴったり密着させてるのがわかります。やっぱね、ここら辺に関してはですね、もう本当にプラチナさんはですね、スリップシール機構っていうのがあってですね、もう本当に300円のですね、プレピーとか、それからね、その辺からですね、このプロシオンとかですね、まあ、センチュリーとかまでですね、どれにも含まれている、まあ、インクが乾きにくいようにするために、キャップの密閉性にはすごい気を使ってるわけですよ。で、そこに関しては、ここね、この蓋をギュッて押すために、あえてここに柔らかい樹脂を使うことによって、しっかり締められるということになっているので、音がね、こうやって、パフって音がします。ではします。あとですね、もう一個。万年筆ってね、非常に難しいのはですね、気温気圧の変化に、気温っていうか気圧、そう、気温にもそうですね。気温気圧の変化にすごく弱いんですけれども、特に気圧変化に対してですね、弱い。ね。急激な気圧の低下とかですね、上昇とかによってですね、インクが押し込まれたり、押し出されたりっていうことがあります。まあ、ポンピング現象とかいろいろ言われたりするんですけれども、これなんですけれども、ですね、この、蓋を閉めた後で本体がですね、この中身のユニットが後ろにギュって引っ張ったりすると、ここがですね、気圧が下がるんですね。不圧になると中のインクがこっちに出てこようとしてしまって、インク漏れの原因になったりします。なので実はですね、この蓋が閉まるところまでは本体がこうずーっと下がってきてるんですけど、蓋が閉まったところから後ろにはですね、下がるときには実はペン先を含むユニットとこの周りの部分ですね、このグレーのパーツっていうのは位置関係を固定したまま後ろに下がるんですね。ということでですね、実はここの気質ね、まあ、エアロックですね、の部分のですね、空気の量が変わらないんですね。ほとんど変わらないということで、締めてこう下がってくるといった時にですね、中身を下げずにユニット全体でですね、蓋から何からこの部屋ごと後ろに下がるので、ここのね、機密を保ちながらも、ここの気圧を変えないので、中のインクは吹き出してくるっていうことを防ぎます。ね。で、しかもこの気質をですね、できるだけ、まあ、余分なスペースを作らないということで、まあ、ペン先等が収納されたこのユニットをちっちゃくすることによって、まあ、蒸発する量を減らすっていうところまで考えてあるということでですね、まあ、そういうことをうまくやることによって、インクの乾きとかでインクの吹き出しとかいうのを防ぐっていうことをやっている。なかなかね、よくできています。なので、まあ、ノック式であるにもかかわらず、乾きにくいっていうのもこれの特徴なんですね。
ということでですね、これに関してはですね、もうもちろんですね、いわゆるスリップシール機構って言われる、ね、普通のキャップ式に比べれば、もちろんここのところ、非常に、不安定な状況なんで、ギュってね、蓋を押し込めるスリップ機構ほどではないんですけれども、大体その半分ぐらいは持つということでですね、まあ、スリップシールが1年は、ほっといても、インクがですね、まだ全然普通に書ける、ね、粘度を保っていますよということで、まあ、保湿量を保っているということなんですけれども、これに関して言えばですね、半年は大丈夫っていうふうになってますということですね。はい。なので、まあ、ドロドロになりにくいということですね。インクドロドロになりにくいというところで、まあ、そこが良かったりしますよというところです。まあね、シャッターの機構とかっていうのは、各メーカーいろいろ頑張ってるわけですけれども、まあ、こういうね、蓋がですね、これちょっと見えにくいか。ですね、中にある蓋がですね、こうやって、こう、カパッと開くね、タイプで、まあ、ペン先で押し出すタイプのですね、キャップレスがあってみたりとかですね、ダミーのダイアログなんていうのは、中に入ってる蓋がですね、くるって回転して開くんですよね。これね、なかなかこう、ね、凝った作りになっています。くるって開いて、こう、中身が出てくるっていうね、になってますけれども、まあ、残念ながらね、ダイアログ3は、初期ロットは、僕初期ロットで買っちゃったんですけど、初期ロットはすごい乾きやすいということでですね、密閉性に、まあ、難ありっていう感じだったわけです。そこを考えるとですね、まあ、今多分大丈夫だと思うんですけれども、気候的にはですね、まあ、すごい素直ですね。柔らかい筒にですね、蓋をギュッと押し付けて、蓋をしてしまうっていう形なのでですね、まあ、そこら辺はですね、まあ、安心感あるかなと思います。まあ、その代わりね、このダイアログと比べてもね、もう同じぐらいの太さがあるわけですけれども、ね、なかなかですね、まあ、キャップレスなんかに比べると、スリムにできるかって言うと、やっぱりね、この軸先端部分に向けてのですね、ここの平行部分がですね、しっかりないと必要、ダメなので、まあね、あとここの先端がちょっと飛び出してしまうとかですね、というデザイン上の制約っていうのはどうしても出てしまうんですが、ね、とはいえです。ね。そういうですね、まあ、利便性っていうところで考えると、あとはですね、ペン先の安全性とか、インク漏れないようにするとかですね、まあ、万年筆の、まあ、宿命みたいなところに対してですね、結構いろいろとですね、工夫をすることによって、まあ、抑え込もうとしているのがよくわかりますね、っていうとこですね。もうすごくちっちゃなことなんですけれども、ここのね、先端部分もですね、こうなってるじゃないですか。この穴が開いていて、ここにペン先が出てくるわけですけども、ペン先出てくるところって、ここね、穴にぴったりじゃないんですよ。ほら。こうやって、ペン先のですね、このペンのね、いわゆる首軸のところまで出てくるんですけれども、周りを支えてる部分が、ほら、これは、8点で支えてるわけですよね。これ、ほら、周りがですね。で、この間、スカスカに抜けてるでしょ？これ何かっていうと、ここぴったり密閉しちゃうとですね、まあ、ここでギュッて押した時にですね、まあ、ここでですね、ここの枠と中の軸の、まあ、隙間をね、隙間があるとペン先がガタガタしちゃうし、隙間をなくしてしまうと、ここの気圧が上下しちゃうわけですよね。なので、そういうことをしないために、多分ここはですね、隙間が空いてるわけですよ。ねえ、こういうね、細かいところも実はすげえ大事な設計だと思うんだよね、多分。ねえ、そんな感じになってますよ、というとこですね。なのでですね、まあこれですね、かなり、なんですかね、新しい万年筆としてやろうとしていることがいっぱいあるわけです。だから機密の問題、ノックの問題、いろんなところをですね、同時に解決しようとしてできた形でもあるし、あとやっぱりね、価格帯に関してもですね、あえてここ7000円というところ、まあプラスチックの万年筆で鉄ペン、白ペンとしてはですね、高いといえば高い。でも、ノック式ができる、ね、万年筆の中ではですね、最も安いクラスといえば、そうでもあるということで、ここはね、この見た目と価格といろんなところのですね、落としどころとして、皆さんどっちが好きかってみたいな話にはなってこようかなと思うんですけれども、案外カジュアルに使うのはこれはこれでもいいのかなというふうな気はします。でですね、これなんですけども、あと補足としてはですね、実は、はい、この万年筆なんですけれども、ね、まあ、ノック式の万年筆といえば、まあ、パイロットがね、ずっとやってるわけで、歴史は長いわけですけれども、プラチナにとってですね、初めてのノック式では実はないんですね。
その辺に関してはですね、まあ、ここのですね、プラチナ100年の奇跡ということでですね、まあまあすいません。これは10万円か100万円のマネ室買わないとついてこない、ですね、ブランドブックなので、まあちょっとね、持ってる人少ないかもしれませんけれども、ここら辺ですね、ここを見るとですね、こんな風に載っておりますということでですね、プラチナノックっていう商品がですね、ノックするだけ書き出し OK という風になってまして、実は、ね、これがですね、ここに1965年から発売ということでですね、実は存在していたんですね。ですね、こんな感じです。で、まあ販売されたのは黒と金だったみたいなんですけど、こんなものがあって、これのね、デモンストレーターの写真が載ってますけれども、実はこの写真も僕が撮ったのでですね、実はこの現物を触ったんですよ。なかなか、ね、これちょっと面白いのは、ノックなんですけれども、ボディがね、こうちょっとね、後ろに向かって細くなってるわけですけれども、こんな感じのね、形になってるんですけど、本体自体が短くなるんですね。で、こう先が出てくるっていう形で、まあ今のみたいにノックノブだけがポンと出ているというデザインではなくて、こういうね、ここがボタンですよっていう形ではなくて、本体がなんかね、縮むみたいな感じのデザインになっています。ということで、これがですね、1965年に出ていたということなんですね。で、じゃあ両者の位置関係はどうなのかっていうと、はい、結論から言うとですね、パイロットさんの方が若干早いですね。こんな感じになっていまして、パイロットのホームページですけれども、こうやって見ていくとですね、まあ、こんな風に載っていまして、はい、ここに出てます。1963年にですね、初めて、まあ回転式ですけれども、キャップのないやつを出してます。で、ノック式がですね、1964年に出てます。なので、まあこの1964年に出たのを受けて、まあ、1965年にはですね、このライバルとしてですね、まあこのね、プラチナノックが出ているということなので、まあ1年遅れなので、パイロットさんの方が、まあ、キャップなしね、キャップレスタイプの、万年筆に関してはですね、の方が早いわけですが、まあでも1年差なんですね。そんな感じで出ていたりしますよという感じです。はい。ということでですね、まあせっかくなのでですね、プラチナさんの万年筆なんですけれども、僕が撮ってたやつがあるのでですね、まあこんな感じにですね、じゃらじゃらーと撮っている感じがあるわけで、この中にですね、はい、一番ちょっとここに分けて置いときましたけれども、はい、プラチナさんのですね、はい、プラチナノックですね、っていうのの写真もですね、撮らせていただいておりましたということで、こんな感じですね。ほら、ね、中に大きなバネが入っていてということで、まあ、構造的にはですね、まあ、今のね、パイロットのキャップレスに近い形ですね。シャッター部分も今みたいなね、のではなくて、多分単純に中からペン先で押し出すような形かなというふうな、構造になっておりますよというところですね。こんな感じです。2本だけ、まあ今ね、それの、試作品というかデモンストレーターみたいなのがあったらしくて、これトムエア売ってたのかな？なんかわかんないんですけれども、こんなのの、はい、ね、写真を撮ったりとかしておりましたということでですね、なかなか、ね、これはこれでちょっとかっこいいんですよ。ね。今のキュリダスももちろんかっこいいんですけれども、これはね、また別の良さがありますね。まあ、まあ古いもんにはね、当時だからできたいろんな、制約みたいな部分もまあちょっとあったりはするでしょうから、今とはちょっと違うし、おそらくね、その機密性能みたいなところに関しては圧倒的にキュリダスの方がいいので、そこに関してはですね、まあ、そこから長らく作っていなかったキャップレスを、まあね、まあノック式をですね、今作ってきたっていうところにですね、まあ面白さがあるのかなと思いますし、そこの進化のね、まあですね、違いっていうのをですね、感じていくのもいいのかなと思いますということなんで、まあかなり方式が違うっていうのが今回すごいとこですね。まあクリップも外せたりしますしね。ね、いろんな違いがあります。あとそうだ。一個ね、さっきインク入れた時にあれでしたけども、デザイン的な差でですね、もう一個あるのが、これキャップレスとの差なんですけども、まあ、こういう言い方をするのもなんですけども、多分ね、キャップレスが、やっぱりですね、ベンチマークになるんですよ。やっぱこれがね。なので、
このキャップレスの弱点を克服しようっていうね、感じはすごくあるわけですね。やっぱりこの気密性だったりとかですね、ペン先を保護するであったりとか、クリップを、まあね、前についているやつを邪魔な人もいるかもしれないだったりとか、いろいろあるんですけど、もう一個ね、違いがあって、ここですね。開けるとですね、キャップレスはですね、まあ、こんな感じでですね、中に、このコンバーターがつくんですけど、コンバーターのですね、まあ、後ろがこんだけ見えてるんですけど、こうやってやるとね、まあ、一応こうやってやるとですね、インクはこっちに下がってくると、まあ、インク入ってるかどうかっていうのは形で見えるんですけれども、こんな感じになっていたりしますというところですね。それに対してですね、これ、ね、プラチナさんはですね、ここのところに窓を開けてるんですよね。わかります?なので、コンバーターの前の方にですね、ここに窓がついてるので、これがね、なくなってきたらここで見ることができますよということで、まあ、コンバーター状態だと、コンバーターがね、このね、筒で隠れちゃうんでね、そういうところもですね、外から見てわかるようにということで、まあ、カバーしてありますよというところが、まあ、違ったところかなというふうに思います。はい。ということでですね。よいしょ。はい。インク残量もですね、ちょっと確認するときにはこっから見れますよということになってます。まあね、その代わりインクをね、補充するときに一旦ばらさなきゃいけない部分がちょっと多いのでですね、ちょっとね、そこら辺があるからっていうのもあってですね、ここのところはですね、見えるのはまあいいかなというふうに思います。はい、ということでですね、いつものね、試し書きやりながらですね、また一つ気がついたところなんかを言っていきたいなと思いますということで、やっていきたいなと思います。まあ、三つあるんですけども、とりあえず、まずはですね、はい、ペン先の中では真ん中の F2 部ですね、F のですね、ものからやっていきたいなと思います。インクはね、このね、ブラックのね、インクが入っています。ということで、やっていきたいなと思います。まあですね、2020年の02月の08と。っていうことですね。まあそんな感じでやっていきたい。まあそうですね。これ、持った感じとしてはですね。まあやっぱあんまり前の方を持つとですね、ペン先隠れちゃって見づらいので、やっぱペン先が見えるような形でやろうとすると、だいたいこのクリップのあたりのね、ところを持つ感じになるかなという感じですね。角度的にもやっぱ太いので、あんまり前を持つとですね、まあちょうどこう書くところが、うまく見えなかったり、角度もあんま良くないので、まあ、この辺がちょうどいい感じかなという感じですね。なので、まあ、やっぱクリップ気になる方は取るということなのかもしれませんね。で、2020年の、02月の、2月の、28ですね。8は発売日で製品名が、キュリダスですね。キュリダスは、KCUR。まあ、そうだ、これ名前の話全然してなかったね。まあなんか文具メーカーらしいというかですね。まあ、クリダスっていうね、名前ですけれども。キュリダスと。って感じですね。メーカーはプラチナ。はい、プラチナ万年筆株式会社。プラチナ。万年筆と。まあ僕もともとキャップレス好きなので、あんまりこのクリップが前にあるの気にならないですけれども、人によったらあれかな。あとね、案外ここね、いやなんかちょうど中指がここに引っかかるところで持つあたりが、まあちょうどいいのかなという感じはしますね。価格は7000円と。7000円と。で、ペン先神経ですけど、ここに関してはですね、これが F ですね。F。で、ちょっと違うやつも言っときましょう。これが、EF。あ、EF 細い。まあでも、そうですね。キャップレスの EF とそんな変わらないかな、それでも。ちょっと、うん、そうですね。EF。それから、こっちがですね。よいしょ。はい、M ですね。M。あ、M 結構。そうですね。ちゃんと、この差ははっきりしてますね。リフィルとかもあれですね。インク種別とかいうのは、まあ、あれですけども、いろいろあるので、とりあえず、まあ、ここはちょっと開けにしておきましょうかね。ということで、順番にですね、それぞれのペン先で書いていきたいなと思います。ですね。はい。F2 部に、純正のカートリッジ。で、インクはブラック。ですね。
やっぱりね、純正のカートリッジって流れがいいですね。なので、すごく、インクブローンも気持ちいいと。気持ちよくて、よい、丸。そうですね。なんか、普段使いならこれでいいような気がします。ふー、どん、しか、い、なら、この、太さ、は、どうでも、だって、まあ、5ミリのね、方眼の中に書いていますけれども、よいしょ。使い勝手が良いと思います。使い勝手が、が良いと思います。よいしょ。もうなんか普通に、なんか BK とかにも全然6ミリとかなんでね。ノートだら、ノートなら十分。よし。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあ、ここでですね、EF ですね。はい。2部が、EF2 部。EF2 部。プラス、これはですね、純正のプラチナインクですね。チーナの、ブルー、ブルーブラック、インク。やはり、細くて、細かい字を書くのには、当たり前ですね。かわいい。書きやすい。書きよい。ただし、F に比べると、インク控えめ。ですね。なんていうのかな。かなり華奢な文字ですね。になります。硬い感じがしますね。硬い感じがします。ま、G になるが、手帳なんかだと、なら、まあ、あんまり抜けないし、これ、よい、と思います。なんか、3ミリ方眼ぐらいでも、大体の文字は書ける。文字は書けます。書きますね、と。という感じですね。だいぶちっちゃく。でも書けますね。でもね、全然詰まる感じとかはしないですね。ちょい固めかな。で、あと線細めかなっていうか、インクの流れ細めかなっていう感じはしますけれども、そんな感じですね。じゃあここでですね。M ですね。こいつはね、B とかの2部ないんですね。M までしかないので、太くてもここまでですね。F と M って感じですね。なので、M2 部ですね。M2 部。プラス、カシス。カシスブラック。そうですね。なんだろう。M なんだけども、全般的に太いというよりは、これ、こんな感じ？あ、なんか、ちょい、縦が、太く、出る、感じで、そうですね。少し力を入れると、スタブっぽい感じ。感じの、文字に
あ、でもこれ、やっぱり、後ろの方、持って、寝かせて、あげると、割と、楽。そうですね。これはなんかもっといろいろ書いてみたいな。でもほら、カシスブラックってね、書いてる端からね、どんどん色が黒くなってくるでしょっていう感じがします。なるほどーって感じですね。ちょっとあれですね。インクブランド、これだけ書いてる、これなんだっけ、カシスブラックが入ってるのって、なんか、古典インクの、なんだっけなーカラー、カシスブラックだけ書いておこう。カシスってこうやって書くのか。あ、上、見えてないね。す、ブラック。ですね。っていう感じですね。微光欄ですね。ちょっと汚さないような感じで。よいしょ。紙を敷いといて、微光欄ですね。どれで書こうかな。どれも書こうかな。なんかね。年筆の、何年ぶりだ？久しぶりに作ったノック式は点を変えよう。ノック式は独特の、機密構造、像が、面白い、実用的な万年筆でした。これでもいいよね。本当にこのノックでシャカッと出てくるのはいいですね。実用的な万年筆でした。価格も手頃。価格も手頃で、メンテナンスも少なくて済みそう。良いぞと。良い。って感じですね。いや、これ、どれもいいけど、やっぱり、F の、真ん中にある F の2部がすごく、流れもいいし、書き心地もいいですね。っていう感じですが、ちょっとせっかくなので、はい。動かして、裏にですね、またいつものやつを書いていこうかなと思いますよ、というとこですね。よいしょ。はい。どこだっけな、シャーペン。シャーペンが、どっか行っちゃったので、鉛筆で行きましょうか。よいしょ。もうなんかですね、動画撮ったりするところにすぐいろんなものを持っていっちゃうので、デスクの上にあったはずのものがなくなってしまうというですね、ことがよく起こるわけですが、よいしょ。はい。こんな感じですね。また、ちょっと、血を取っていきたいなと思います。ここが、バックとして取っておいて、軽く軸系を、よいしょ。測ってですね。あ、そうそう。キュリダスですね。これも言っとこう。はい。よいしょ。はい。こういうですね、チラシみたいなのがあるんですけども、さっきちょっとね、データ見せられなかったんですけども、基質の部分ですね。これ見せてもらえるんで、もらうといいと思うんですけれども、ここですね。ここの前の部分のですね、ここの基質が小さくて、ね、
中でペン先が動かないので、ここのところのですね、空気の量がですね、変わらないっていうのとですね、ここですね、気質を、まあ、なるべく小さくすることによって、空気の乾きを抑制していますよと。で、しかも柔らかいところに蓋をね、エラストマーって柔らかい素材で、蓋を閉めてあげることによって、ギュッと押さえてですね、密閉性を高くするということでですね、こういうのいいですよね。で、インクの量の変化ですけれども、これですね、6ヶ月経った時点でまだ 60% 以上の、水分を保持しているということなので、まあ、まだこの辺だったら十分書けますよということですね。まあこれで半分切ってだんだん下がってくると、この辺になってくると書くのがドロドロになってくるわけですけれども、という感じですね。ということで、まあ半年で6割は水分量をキープしていますよということですね。でですね、あとはですね、なので、まあ、スナップ缶号式の従来のものに比べると随分いいよというのがこうやって書かれてるわけですけど、あとはですね、まあここ、あれはもっといいんですよ。スリップシールが付いているですね。他の万年筆ですね。プラチナのプレピーとかですね。プレシールとか、あの辺のやつとかは、これがね、もうちょっと上にあるんですよね。なので、まあ、これよりもさらにいいっていうことなんで、多分ね、6ヶ月だとね、8割近くキープしてるんですよ。ということで、まあ、カーブはね、もちろん、キャップ式には及ばないんですけれども、でもね、十分な、感じになってるよということで、まあ、このデータも出ていますよ、ということですね。はい。まあ、ちょっと置いとこう。はい。ってなことを言いつつですね。じゃあ形を取っていこう。ですね。まあ、軸径大体どのぐらいかというとですね、これが 13.4 っていうことですね。はい。まあ、そんな感じですね。13ミリって言ったら結構やっぱりね、油性サインペンの太さにはなってしまうので、あんま細いという感じはしないですね。なんでしょうね。そうですね。13.5。まあ、大体あれですね。まあ、ドクターグリップのグリップのところの太さが 13.8 ですからね。まあ、13.5 って言うと、ほぼほぼそのぐらいになっているよということなので、ここの1ミリとかってすごく大きいんでね。やっぱりずんぐりした印象っていうのは拭えないかなという気はしますね。ちょっと、全然違うところに線を引きつつ。はい。ですね。よ。ここ中心線です。という感じですね。ここに対して、まあ、13なので、2ミリ。結構太いな。よいしょ。あってですね。このぐらいかなーっていうところになんとなく当たり線引いとかないと、さすがにこれは書くの難しいよなーという感じです。で、やっぱ長いね。ボディが。どうしよう。これは、やっぱペン先出てる状態かな。なんですけれども、今回は嘘をついて、ペンの、やっぱりですね、ここがペン先ですよね。で、ここがリングでーと。で、後ろが、ここからなんだけど、やっぱここはね、ちょっと今回は嘘をつきましょう。ノックがちゃんと出てる状態。うわ、長っ。ここら辺を、お尻にしてですね、ノックが出てる状態。しかもね、ノックがね、太いんだよね。これが。9.4。9.4 ってどういうことだよっていうぐらいですね。ちょっと引いとこう。よいしょ。はい。ですね、9.4 なので、ちょっとですね、このぐらいだよな。はい。よいしょ。っていう感じだね。ここがあって、このノックがあるでしょ。で、ここが、なんかこうなっていて、こっから、来ていて、グリップどっちに書くのが正解かな。やっぱこれね、ここ特徴なので、こっちを出してあげるべきなのかな。ってあげるとやっぱ横向きかな、距離出すって。縦かな。迷う。なんか二面図書きたくなっちゃうね、こいつに関しては。ほうほう、っていう感じです。が、まあこれを見ながらですね、せっかくなので青の細い方でちょっと、書きながら考えようって感じです。で、ここが、中央線ここだった。ここですよね。で、ここら辺が、すげえわかりやすい。なんか、15ミリペン先があって、15ミリここでね、なんかこの丸いところがあって、そっからって言ってね、なんかこの、設計がですね、5ミリ単位でできてる感じがあって、すごい面白いですね、これ。ですね、こんな感じだね。じゃあ、リングを、シャシャッと書いてですね。こんな感じですね。リング。よいしょ。よいしょ。ね。で、距離出す。まあ、軸だけ先に取っちゃうか。ここまでまっすぐなんで、まっすぐはね、定規使っちゃおう。で、ここで、ここら辺で、ここか。よいしょ。これ、書きずれ。よいしょ。ですね。まあ、インクがつくのにも気をつけつつですね。こんな感じですね。で、ここら辺に、線があって。BF はね、インクが出すぎないからいいですね。ま、なんか、
こういうの書いてるときに、まあ、定規に当てて弾くなんていうのはなかなか本当はやらないんでしょうけど、うん、これがやっても大丈夫な感じがありますね。よいしょ。面白い。だしね、EF のインクの量だったらすぐ乾くからいいよね。形取るのは取りやすい。よいしょ。ここも平らなので平らにしておいた方がいい。うん。で、ここがこうなっていて、こうなっていて、で、ここで、よいしょ、割ってみながらですね、こういう。まあ、でも印象が本当にゼブラのマッキーだよな。マッキーノックそっくりな印象です。よいしょ。あとね、でもね、あれですね、文字もそうですけど、やっぱここの取り回しが、イラストを描くときのですね、こう自由な動きになるかっていうと、ちょっとね、やっぱね、もたっとするな、ここ。うん、そんな気はする。ちょっと、そこは否めないな。なんかどこでもすぐ出せる良さっていうのはもちろんあるんだけれども、そこのところにですね、よいしょ。で、こういう感じだね。ここが、よいしょ、出てる感じです。で、ここになっていて、よいしょ。うん。で、ここにですね、よいしょ、こんな形で、実は、この辺だな。この辺に。よいしょ。頭が、こういうのがあって。なんだけれども、キャップは、ここ。やっぱね、縦線とかすごい引きづらいな。まあ、真似して絵描くなって話なんですけど。こんな感じかな。よいしょ。結構、これ深いところまで、この、クリップっていうのは出ています。出てきて、こっからですね、こう来て、ここで折り返して、戻ってきて、この後ろに、よいしょ。こうだな。こんな感じ。こういう感じになるよと。やっぱね、万年筆、縦線と横線で引きやすさが全然違うので、これもあれだな。やっぱ図面用のペンとしては、他のペンに、まあ、譲ってきたっていうのは、まあそういうことなんだろうなと思いますけれども、こういうところに。いいですね。中に、なんとなくメーカーが見える感じですね。あ、逆向きだった。螺旋合ってんのかな？こんなに角度ないな。よいしょ。よいしょ。で、ここら辺だよな。面白いのは、このね、透けてるところに、この回転子が見えるっていうことだよな。よいしょ。っていうとこですね。よいしょ。こういう。こんな感じ。で、回転子って、だいたい、こういう感じだよな。で、よいしょ。こんな感じですね。お、インクついちゃった。やっぱり。よいしょ。ペン先ね。定規はもうね、後ろに、裏にしておかないと書けないよね。ま、この辺は、お遊びなので、あんまり厳密に、いかないと。こんなに角度もついてる。回転しねえよな。もうちょっと、浅かった。はい。頭で書くとダメだね。ちゃんと見て書かないとダメですよ、という感じではある。で、この中になんか何やしらこういうのが入ってる。まあ、クリアな道具っていうのは描くのが難しい。そしてこう、まっすぐの線が引きづらいな、やっぱ万年筆って。では思いますよ、というとこですね。うん、こんな感じ。中の感じですね。があって、ここら辺もですね。これ見えちゃうからやりづれ。書くしかないか。ですね。まあ、ごまかしていきゃいいんでしょうけど。感じだよな。もうちょいしようか。この辺か。で、ここでこうなっていて、中のミカがあって。
適当にまっすぐな横線とかが引けない感じになるのが俺だけかな。多分ね、このボディのね、形状とかのせいだと思うんだよね。という感じで。で、ここまで首軸が出てきて、ほぼほぼここの口がね、ギリギリまで、出てきてですね、こっからですね。まあ、こんな感じだね。こんな感じかな。っていう感じですね。こんな感じで、ここが、看護している部分がなんとなくこうやって見えてて、で、こうなっていて、文字が入っていて、こうかな。なんかあれですよね。もう書いてる絵が波動エンジンの図みたいになってる。なんか、っていう感じに。なりがちです。まぁ、あ、ちょっとペン先下だったな。まぁ、あ、いいや。っていうとこですね。出すと、こんな感じ。本当は、こんな図はありえないんですね。ペン先出てるのにノックが後ろに伸びてるっていうのは、まぁ、普通はありえないので、まぁ、あ、ちょっと長さがね、面白いとこなので、ここは入れておきたいなって感じですけれども、感じです。うん。ということでですね。まぁ、あ、ここにですね、前はあれで入れたんだけれども、色を入れて、よいしょ、あれですかね。で、結構やっぱり EF だとインクの出が細いので、こういうのやってるときはなんか出すぎなくて安心感がありますね。ですが、まあ、せっかくなので、エコも使っていこうかな。よいしょ。よいしょ。なんかクリップってこんなちっちゃかったっけって感じがするな。で、周辺を、F とかで、ここは、フリーハンドでいこうかな。全部が。印象が。あ、やべ、難しい。ちょっとやっぱ引っかかるね。こんな書き方をすると。文字書いてると気にならないんだけど。やっぱこうやって、まあ、絵を描く道具じゃないからな。それはしょうがないっちゃしょうがないけど、これで。やっぱ万年筆ってさ、縦に線引くときは引きやすいんだよね。こっちに引くときはインクももちろん、だって縦に割れ目入ってるから縦に出やすいんだけど、横に引こうとするとですね、ガリガリ引っかかるし、インクの出も悪くなるしということで、まあ、ここら辺はですね、道具の、まあ、形状というかですね、元々の、あれなので、しょうがないよね。でも、人間の手ってさ、縦にこう長い線を引くのってなかなか難しくてさ、っていう風に思うんですよね。こういうのって。なかなかですよね。でもまあ、こうやって輪郭を描くと、なんとなくイラストレーションっぽくなるっていうのも、よくある話で。そう、だから、そうですね。こんな感じですよね。こんな感じ。で、ちょいと、なんとなく、アクセントを引いてあげる。という感じだよね。こんな感じだよね。そう、だから、マネしすぎ、こうやって、長い線引くんだったら当然これは縦に引いた方が綺麗に引けるよね。構造上そういうもんだな。なんでね。ついこうやって日本人的には横角が多いんでね、横に引くのは得意なんだけど、縦に引くの苦手な人結構多いと思うんだけど、俺も結構そっち派なんですけれども、なかなかですね、この横線はやっぱり薄く出ますね。はい。でもまあまあこんなもんかな。
今日はこれで勘弁して、時間もないしね。これね、早く上げないと今日のうちにアップできないので、そこはですね、よいしょ。うん。このぐらいで勘弁してもらう。アップロードにね、結構時間がかかっちゃうんだよね。はい。こんな感じですね。はい。ということで、ペンの名前がキュリダス。ロゴがあったんだよね。キュリダスのロゴって、こんな感じか。よいしょ。見ながら書こう。ここら辺に。キュリダス。まあなんかかっこよく書いてるけど、クリダスっていうね。繰り出し式だよっていうね。まあそんな話です。よいしょ。クリダス。キュリ。この R あたりがね、あ、違った。こうだ。よいしょ。D。D。こういうロゴも難しいよね。よいしょ。NASA みたいなね。キュリダス。あ、できた。ということで、まあ今日はこんな感じだな。こっちの書き心地はこっちで書いたから、まあいいだろう。ということで、はい、できました。こんな感じですね。似てますでしょうかね。キュリダスっていう感じでした。はい。ということでですね、まあまあ、何人はこういうカチッとした絵を描くのはなかなか難しいですね。カーブとかもね、他のペンに比べて、ボールペンなんかはね、本当にね、そういうのを見るとですね、絵描いたりするときは引きやすいなという感じですけど、まあ独特のね、まあ雰囲気も出るし、悪くないかなというふうに思います。ね、そうですね、ささっと出してささっと描く分にはですね、ちょうどいいかなと思います。フローも悪くないし、なんですかね、まあ、ペン先の感じとしたらですよ、まあ、プレピアプレジールとかよりは、なんですかね、本体の良さもあってかな、すごく普通に、書きやすい。ペン先ちょっとちっちゃいですけれども、十分な感じがします。ちょっとね、プロシオンとかとは全然書き味が違うので、またこれがね、僕がすいません。ナネシスの書き味を表現するですね、語彙が少ないのであれなんですけれども、ね、ボールペン代わりに使うマネシスとしては、かなりいい感じだと思います。そっちに慣れてる人が、使っても全然大丈夫な感じがしますね。特にこの M のバランスは、そう、良いし、で、まあまあ、雑に使っても書ける。雑に使える。なので、こうやって早く書いても、ボールポイントペン代わり、なら、カートリッジで、も、ありかな。うん。っていう気もします。おー、割といいぞ。なんかそんな感じがするな。なので、普段、あれですね。で、まあやっぱ手帳に使うんだったらもちろん F もいいんですけれども、という感じですね。M は、まあまあ、しっかり書けるけど、これなら、まあ、書き味っていうかね、書き心地。こっちで求めるなら、メールなら、キャップ式でいいかな。式。プロシオンでいけ。ノックの良さを使うなら、F か EF が、かなと。というのが僕の勝手な、あれですね。感想です。ちなみにカシスブラック、ほら、最初はちょっと赤かったんですけども、だいぶ茶色っぽい色に変わってきました。これもね、インクもいいですよということで、まあやってみてくださいということで、長くなりましたが、今日はこんなお話でした。ありがとうございます。ということで、まあ7000円で買える、まあ、普段使いの万年筆ということでですね、まあ、ね、最近のプラチナらしい、ね、テクノロジーを使って、本当に楽な、万年筆を作るっていうところがですね、なんでしょうね、古典に行かない、なんかその、いわゆる、なんていうかな、昔趣味に行かないっていう、まあ、決意みたいなものをここからは感じるので、僕としてはですね、まあ、いろんな言い分はあるでしょうけれども、万年筆のね、好きな方のいろんなあれはあるとは思うんですけれども、こういうアプローチっていうのは僕大事だと思いますので、私としてはですね、なかなか面白いものが出たなと思います。
ギミック好きの人、そして、うん、一瞬ね、このね、電子タバコか、みたいなデザインですけれども、これまでの万年筆にね、なかったデザインなので、これは、まあ、話題にもなるでしょうし、まあ、持っててね、ささっと使うのに、この、なんかね、会議とかで使ってたら、おや、なんだそれはっていう感じのですね、ちょっとね、言ったらなんかちょっとデジタルペンかなんかかなって思うような、このね、見た目もなかなか含めてですね、革新的なというか、なんか斬新な商品だなと思いますということで、ね、もし、よかったらですね、これは試してみる価値はあるんじゃないのかなと思いますということで、まあ、値段もね、万年筆の中では手頃に遊べる値段かなと思いますので、皆さん、チャレンジしてみてはいかがでしょうかということでですね、今日はそういうお話でした。ありがとうございます。